カエラ、カエラ神に会った話するか。カエラ神に会ったんだよ。コボちゃんが控え室に挨拶にしに来てくれてて、でなんか、あ、コボちゃんじゃんみたいな話になって、そしたらみんないるよみたいになって、え、会いに行こう会いに行こうって言って挨拶しに行ったんだけど、なんかカエラちゃんもいるよみたいになって、で、カエラシーンいんのみたいな。そしたらさ、カエラちゃんがさ、お土産くれたの。で、スバル、インドネシアのミーゴレンっていう、なんか焼きそばみたいなやつめちゃ好きなのね。カエラちゃんがお土産でよかったら持ってってくださいとか言って、すごいいっぱいね、ミーゴレンがあって、じゃあスバルが一番好きな、ミーゴレンこれですみたいな感じで一個もらったら、なんかね、もっともらってっていいよみたいな。じゃあ、二つもらおうかなと思って、二つ目のミーゴレンもらって、そしたら、いや、もっともらってっていいよみたいな。で、気がついたら、まあ、六つぐらいもらってたのね。だからなんか、マイクラいや、だから、ありがとうみたいな。ありがとうね、カエラ。それじゃあ、スバルはもうこれで、そろそろみんな忙しそうだし、帰るわ、カエラが。もっと持ってるから、今度マネージャーズでスバル先輩に渡しますね、みたいな。いや、みたいな。カエラシーン、カエラシーン、申し訳ないんで大丈夫です、みたいな。ちょっと本当に、カエラのリスナーさんがいたら、聞きたいんだけど、カエラシーンは何が好きなの？もう、何か返さなきゃいけないんだけど、何を返せばいい？ゴリラって何？カエラシーンに今度聞くか。プレイサープレイ